ギボシギボシは伝統的な建築物の装飾で橋や神社、寺院の階段、巡る園の高欄の柱の上に設けられている飾りである。ネギの花に似ていることから、木台とも呼ばれる。ギボシが取り付けられるのは親柱であり、宝珠柱という。親柱が木製の場合、ギボシは銅、青銅などの金属製である場合が多く、 雨水などによる木材の腐食を抑える役目もある。親柱が石の場合、ボシも含めて石造りになっている場合もある。稀に全て木製のものもある。より古い時代の瓦製のものも見つかっている。紛らわしいものとしては五重塔五輪塔などの仏塔の先端に飾られるもので、これはボシではなく宝珠である。起源は諸説あり。 一つは仏教における宝珠から来ているとするものである。宝珠は釈迦の骨壺の形とも、竜人の頭の中から出てきたという玉のこととも言われ、地蔵菩薩などの仏像が手のひらに乗せているものである。この宝珠を模した形から模擬の宝珠という意味で義母子と付けられたというもの。もう一つは、ネギの持つ独特の周期が魔除けにもなると信じられ、 その力にあやかって使われるようになったとする説であり、義母子という用事は希望し、希望図に後から付けられた当て字であるとするもの。橋や神社など仏教を建築以外でも使われることの説明にもなる。神社では伊勢神宮聖殿の高欄の母式の宝手型の飾りが原型とされ、当初は朝廷と関わる建造物にのみ存在したらしい。古い例としては中国、 関内の画像石やトンの壁画に、それらしいものが見られる。日本での例では、平城系跡の二条大橋のものとされる、河原のものが見つかっている。橋の義母子には、その由来が刻まれている場合もある。名があり現存するものとしては、京都三条大橋に一部残っているものが古く、天正年間に、豊臣秀吉の命で改築した、祭のものとされる。五条大橋も、 同時期で橋に用いられた最初のものとされる。他に、それを模したものとして、江戸時代初期の森岡上の橋、下の橋のものがある。江戸市中で義母子を持っていた橋は、日本橋と京橋、新橋のみである。鎌倉型先端の宝珠状の部分のみを指して義母子という場合もある。下にあるお案を伏せたような部分を、福鉢、間をつなぐ、くびれた部分を、 ケツ首という。さらにその下、福鉢の下の円筒形部分を銅という。ギボシは時代により形状が変化しており、一例として高さに比べ直径の大きく頭の放手状部分が小さいものを鎌倉型という。この放手部分の大きさは概ね時代とともに大きくなっている。ありがとうございます。